トゥルチャンネル。あらもんちゃ、看護師トゥルです。この度、看護師トゥル持続化給付金いただくことができました。ありがとうございます。持続化給付金いただきました。めでたい。というわけで乾杯しましょう。持続化給付金無事入金おめでとうございます。ありがとう。うまっ、うまっ、うまっ。持続化給付金無事入金されていました。今年の2020年の2月に脱毛サロンをオープンさせてもらいました。で、それがですね、持続化給付金の、今年開業したお店に関しては対象外という記載がありましてですね、持続化給付金もらえないなと思ったんですけど、副業やったりフリーランスの方はもらえるということなので、待てよと。去年僕はあの看護師の、まあ、アルバイトもしてましたけど、去年から YouTube の収益があるなというわけで、一応フリーランス YouTuber として申請してみたんですよ。無事取りました。でですね、もらえた金額なんですけど、なんと60万円いただきました。うん、まあまあ残念ながらちょっと100万円は厳しかったんですけど、まあだから副業の方ももらえるかなという話です。60万円入りましたけども、自分の家の家賃と、脱毛サロンの家賃を3ヶ月分ぐらい払うとなくなります。バーの方もちょっと新しいとこはオープンはしてますけど、やっぱり客足は伸びてないので、まあまあまあとりあえずちょっと延命できたかなという形なので、仕事の方を充実させていけたらなと思うので、また今後ともよろしくお願いします。はい、というわけで今回は、持続化給付金もらえたというご報告でした。また次の動画でお会いしましょう。それまで皆さん、お大事に。バイ。